なあお嬢ちゃん、頼むからそこ通してくれよ。市長から一言コメントをもらうだけでいいんだからさ。そうそう、ついでに写真も撮っちゃいますけど。そうおっしゃられましても、市長は多忙を極めておりまして、アポイントメントのない方はお引き取り願っているところです。どうかご了承ください。そこをなんとか。これほどの大事件なのに分かってることがろくにねえ。読者に何か伝えてやりたいんだ。ですが。そうそうそうですよ。噂の美人市長が表紙を飾れば部数倍増も間違いなしですし。ドロシー、何失礼なこと言ってやがる。え、ナイアル先輩が言ったんじゃないですか。ネタがないんだったら美人市長を客寄せのアイドルに仕立てて紙面を稼いじまえって。バカあのメイドさん、ずいぶん面白いお客様ですね。お二人の話はできるだけ詳細にメイベル市長に伝えておきますので、今日のところはお帰りください。待ってくれ、これはちょっとした誤解だ。お帰りください。はい。あれ、美人市長の写真撮らなくてもいいんですか。頼む頼むから、これ以上喋らないでくれ。こんにちは、リラさん。まあ、ブレイサーの皆さん、ハーゲンモンからお戻りになったのですか。うん、まあね。ところで、今の人たちって不届き者です。え、お嬢様を利用しようとする不貞の輩だと申し上げたのです。私の目の黒いうちは指一本たりとも触れさせません。あ、そう。仕事熱心なんですね。それが私の務めですから。さ、皆さんはどうぞ中へ、市長がお待ちになっています。市民からの苦情の処理、ボース上空の飛行制限によるマーケット商品の納入遅れ、下水道設備の修理について、女王陛下への贈答品の選定、アンセル神道での魔獣被害。もう、いつになったら書類の処理が終わるんですの。あら、おほ、皆さん戻っていらしたんですか。お忙しそうですけど、お邪魔してもよろしいですか。うん、もちろんですわ。モルガン将軍からの情報ですね。早速伺わせていただきます。ご苦労様です。大体の状況は飲み込めました。空賊団によるハイジャック、そして身代金の要求ですか。思った以上に深刻な事態ですわね。遊撃士だってバレなければ他にもつかめたと思うんだけど。いえ、墜落事故ではないことが判明しただけでも助かりましたわ。これでボス氏としても対策が立てられるというものです。早速市民へのアナウンスと乗客の家族への対応を考えないと。大変ですね、ただでさえお忙しそうなのに。それが市長の責務ですわ。ところで、犯人の正体は明らかになったわけですが、引き続き事件の調査と解決をお願いしてもよろしいでしょうか。もちろんそのつもりよ。私たちも例の空賊団とは一度やり合った因縁があるからね。遊撃士協会のメンツにかけて王国軍だけに任せてはおけないわ。うん、そうだよね。父さんのこともあるし、今度こそ決着をつけなくちゃ。どうしたの？難しい顔しちゃって。うん、いろいろと考えてみたんだけど、どう考えても信じられなくてさ。信じられない？あの父さんが空賊に遅れを取ったことだよ。
ロレントに現れた連中だけで実力を判断するのもなんだけど。確かにそれは言えるわね。あの程度の集団だったら先生なら軽くあしらえるはずよ。もうヨシアも知らねえも父さんを買いかぶりすぎだって。確かに結構腕は立つけど集団相手じゃきついと思うし。あのちょっとよろしいかしら。エステルさんたちのお父様も例の船に乗っていらっしゃったの？あ、話してなかったっけ。恥ずかしながらそうなの。しかも遊撃士だったりして。カシウス・ブライトって言うんだけど。カシウス・ブライト。今そうおっしゃいまして？え？うん。ひょっとして知り合いとか？直接の面識はありません。ですがお話は伺っていますわ。そうだったのですか。これはひょっとして軍との交渉に使えるかも。市長さん？失礼しました。皆さんの胸中お察ししますわ。事件の解決に役立つのならどのような協力でも惜しみません。何かご利用になった時には遠慮なく申し付けてくださいませ。市長さんどうしたのかな。父さんの名前が出た途端やたらと驚いてたみたいだけど。そうだね、なんとなく想像はできるけど。市長さんモルガン将軍と昔からの知り合いらしいからね。ん？まあそれは置いておきましょう。それよりも問題なのはこれからどう動くかってことよ。うん。ただ飛行船や空賊団の行方を闇雲に探してもしょうがないよね。そんなことで見つかるくらいなら軍がとっくに発見してるはずだし。ん？どうしたの？二人とも。エステル、成長したね。これまでの君だったらしらみつぶしに探せばいいのよとか言ってそうなところだけど。まさかエステルの口からそんな言葉が聞けるだなんて。お姉さん感無量だわ。どういう意味よ。まったく失礼しちゃうわね。褒めてるんだってば。確かにロレントとは違ってボース地方はかなりの広さよ。何か手がかりが欲しいところね。手がかりか。そうだ、さっき市長邸の前でナイアルたちを見かけたよね。記事のネタには困ってたみたいだけど何か知ってる可能性ないかな。確かに僕たちより一足先にボス入りしているはずだからね。聞いてみる価値はあると思うよ。あの二人どこ行ったのかな。しくしゃん、たく冗談じゃねえぞ。見つけはしたけどベロンベロンに酔ってるわね。取材拒否されたことがそんなにショックだったのかな。男のくせにだらしないわね。酒は飲むものであって飲まれるものじゃないのに。底なしの知らねえと一緒にされてもね。失礼ね。底なしっていうのはアイナみたいな女を言うのよ。あの女いくら飲んでも顔色変わらずに平然としてるしね。私みたいに気持ちよく酔っ払う酒飲みと一緒にしないでちょうだい。よく言うわよ。いくら酔っても潰れずにひたすら周囲を巻き込むくせに。シェラさんがザルとしたらアイナさんはタガって感じかな。どちらも底なしには違いないと思いますけど。ここは目冷めたみたいですね。飲みすぎは体に良くないですよ。頭がズキズキしやがる。ってなんだ、新米遊撃士どもじゃねえか。おいおい、なんで俺がロレントなんかにいるんだ。確かボースまで歩いて。何寝ぼけてんのよ。私たちもボースに来たの。ええ、まったく驚かせやがるぜ。おっと、これまた色っぽい姉ちゃんと一緒だな。はじめまして記者さん、シェラザードハーベイよ。
この子たちの先輩にあたるわ。シラザード、おい、もしかして銀線のシラザードか。あら光栄ね。私の名前を知っているの？うん、噂くらいだがな。若手遊撃士の中じゃ一二を争うらしいじゃねえか。となるとお前さんたちも例の事件を調べに来たわけだな。まあね。そっちは何か情報集まった？市長さん家の前で見かけたけど、なんだか困ってたみたいじゃない。くそ、あれを見られてたのか。ああ、そうだよ。ネタがなくて困ってたところさ。ああ、やっぱり？何せ軍による情報規制のせいで事故かどうかもわからない状況なんだ。直接モルガン将軍に会いにハーケン門に行こうとしたら検問に引っかかるし。ならせめて噂の美人市長にインタビューしようと思ったらメイドから門前払いを食らうし、おまけにあのトンチキ娘は断るごとにヘマをしでかすし。おお、エイドスよ、俺が何をしたって言うんですか。追い詰められているわね。そんなに情報が知りたければ教えてあげないでもないけど。え？私たちメーベル市長に協力する形で事件を調べてるの。市長さんの紹介があったから一応モルガン将軍にも会ったわよ。マジで？うん、マジで。うわー、これぞ女神の助けだぜ。どうか頼む、その話俺にも教えてくれ。それは構いませんけど、ナイアルさん、こういう時のルールを忘れていませんか？え情報はタダじゃないってこと。代価が必要だって言ってるわけ。ミラを取るつもりかよ。自慢じゃねえが、取材費なんざとっくに使い切っちまったんだ。情報屋じゃないんですから、ミラを取ったりしませんよ。ナイアルさんは事件直後にボース入りしていましたよね。いろいろと面白そうな話を耳にしているんじゃないですか。ち、おとなしそうな顔してなかなか食えない構造だぜ。言っておくが、こっちのネタはそれほど大したもんじゃねえぞ。事件に関係あることだったらどんな些細な情報でも構いません。ただし出し惜しみはやめてくださいね。わかった、わかりましたよ。こちらが出せるネタは2つある。そいつで手を打ってくれ。決まりですね。ヨシはノリノリだわこういう駆け引きはなかなか向いているみたいね。最初のネタは西の方にあるラベンヌ村での目撃情報でな、ちょうどボースを訪れていた村人から聞いた話なんだが、事件があった夜、空飛ぶ大きな影がある村人によって目撃されたらしいんだ。空飛ぶ大きな影？それって、ああ、例の定期船だって誰が聞いたって思うだろう。だが実際軍の部隊が行っても何も見つけられなかったらしい。なんだ、期待して損しちゃった。つまり単なる見間違い？だから言っただろうが、大したネタじゃないって。こんなネタでも情報規制課じゃ集めるのに苦労したんだからな。ご苦労様です。それでもう一つのネタは？もう一つは軍の情報部が動き始めているらしいってことだ。情報部？噂は聞いたことがあるわね。最近王国軍に新設されたばかりの情報収集分析を行う集団だって。うん、王室親衛隊と並ぶほどのエリート組織だって触れ込みだぜ。司令を任されているリシャール大佐という人物がこれまた切れ者っていう噂でな、今回の事件も彼にかかったら解決確実と囁かれているらしい。ふーん、でも私たちの捜査には役に立たない情報のような。悪かったな、役に立たなくて。だが約束は約束だ、お前たちも喋ってもらうからな。ええ、それはご心配なく。空賊団カプア一家、王家と飛行船公社に身代金要求。それだ、
そういう決定的なネタが死ぬほど欲しかったんだよ。気に入ってもらえましたか？おうよ、これで記事が書けるってもんだ。こうしちゃいられねえ。ドロシーのやつを見つけないと。それじゃあまたな。すっごい勢い。よっぽどネタに困って追い詰められてたんだろうね。協力できてよかったよ。よく言うわね、ノリノリで交渉してたくせに。まったく人が悪いんだから。心外だな。ギブアンドテイクを前提にしたネゴシエーションってやつさ。一理あるわね。私たちが相手にするのは真っ当な善人ばかりじゃない。癖のある相手との交渉ではしたたかさも必要になってくるわ。私には向いてないような気がする。それよりもさ、空飛ぶ大きな影の話、なんだか気にならなかった？ラベンヌ村の目撃情報だね。軍の調査が入ったってことは何もない可能性が高いと思うけど。でもその調査が完璧とは限らないじゃない？モルガン将軍じゃないけど、軍人って頭固そうだから見落としてることもありそうだし。確かにダメ元で調べてみる価値はあるかもしれないね。あんたたちもいろいろ身についてきたじゃない。そういうことなら早速ラベンヌ村に行ってみるとしますか。